らうとですね、休んできてくださったのかな。なんという前向きな方なんだ。うん、はい、じゃあ早速お呼びしてください。はい、お願いします。こんにちは、どうぞおかけください。本日は来ていただいてありがとうございます。今日お仕事だったんじゃないですか。うん、有給取って来てくださったんですね。ありがとうございます。当院はですね、笑いの専門外来ということで、笑いにくいなとか、ちょっと笑えなくなっちゃったなとかね、最近笑ってないなとかいうような方に笑いやすくする治療を行っているところです。はい、まずはね、今どんな状態なのかっていうのをヒアリングさせていただいて、一緒に、どうやったら笑いやすくなるかなっていうことだったりとか、笑いの効能って何があるのか、そんな話をねしていければなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでね、事前のヒアリングシートをご記入いただきありがとうございました。3ヶ月くらい前からね、ちょっと笑いにくさを感じ始めたっていうことなんですけれども、今から3ヶ月くらい前に何かこうきっかけになるようなことがあったとかありますか？転職をされたんですね。ああ、そうですか。はいはい、ちょっと手術も、転職する前にね、対してと。ああ、なるほど。そうなんですね。はい、今会社員ということですよね。転職前はどのようなお仕事されてたんですか？ああ、そうなんですね。はい、いい職業の、じゃあかなり業界もガラッと変えられて、別の業界にチャレンジをされたんですね。はいはい、なるほど。ちょうど3ヶ月くらいだったんですね。はい、手術はいつ頃受けられたんですか？あー、じゃあもう本当にして、で転職してっていう。そうなんですね。はいはいはい、じゃあ職場が変わって割とすぐちょっとなんか笑いにくいなって感じ始めたっていう感じですかね。どんな時に気づきました？M1 グランプリを見てても全然笑えないと。ああ、なるほど。普段は結構笑いで笑われる方ですか？ああ、そうなんですね。ちなみに好きな芸人さんは？サンドウィッチマン。私も好きです。ねえ、そう、寸劇っていうんですか、なんていうんですか、すごい。そうそうそうね、本当に面白いですよね。じゃあ最近そのサンドウィッチマンさんの例えば動画とか見てもそんなにっていう感じ。そこで気づいたっていう感じですかね。ああ、なるほど。そっか、まあでもね、本当にね、気づくっていうことが一番大事なんです。自分の異変にね、普段の自分を知ってるからこそ、あるいはそれを測れるなんかバロメーターがねあるからこそ気づける、そこが第一歩なので、はい、
私はこう制したんじゃないかなと今来ていただいてるのでね。はい、わかりました。あとは何かこう笑えない以外に気になっていることとかってありますか？あー、寝つきが良くない。寝てしまうまでにどのくらいかかります？ベッドに入ってお布団に入って。あー、そうなんですね。朝を迎えることも、そっか。それはどのくらいの頻度で起きますか？なんと、そうなんですね。週に3日ぐらい、辛いですね。そうかそうか。他のなんか例えば不眠外来とか心療内科とかそういったところは行かれたことはありますか？ないんですね。はい、症状を自覚してから来たのは当院が初めてですね。はい、ありがとうございます。はい、何で当院のことを知ってくださったんですか？あ、広告ですね。はい、今バンバン広告打ってるんでよかったですお金払った甲斐がありました。はい、というのもね、なかなかこう心療内科とかってハードルが高いなとか、不眠外来もなんとなく自分はそこまで不眠っていうわけでもないしとかね、なんか不眠外来とかも心療内科もそうかもしれないんですけど、先が見えない、どこまで通ったらいいかわからないとか、やっぱり行かれたことがないとちょっとハードルが高い場所だったりしますもんね。私のところは多分日本で初めてなんじゃないかなっていう専門外来なんですけど、そういった方がなんかこう面白そうだから興味半分で行ってみようかなくらいのねテンションで来ていただけたらいいなと思って、はい、このような門構えをしております。はい、お話ね、ありがとうございました。よくわかりました。おそらく環境がね著しく変わって緊張と、あとはそこで頑張りたい、頑張らなきゃっていう気持ちとっていうので少しガス欠状態にね今なっちゃったのかなと思います。ただね、最初に一番お伝えしたいことをお話ししますとですね、笑えないっていう時期はですね、誰にでも起こりうることなんですね。はい、でも必ず笑える日がまた来ますので、今笑えないから自分はおかしいんだとか、今笑えないから自分はダメなんだとかね、なんかそんな風に思わずに、人生に1回2回くらいそうやって塞ぎ込みたくなるような時期とか、笑えないなって、もうみんなの笑顔がなんでそんな笑えるのって思っちゃうような時期って起こりうるので、私もありました。なのでそんなにこう自分を責めないで、むしろそこまでガス欠になってしまうくらい自分はちょっと頑張ったんだと、そこをね認めてあげてほしいなと思います。まずはね。はい、でそんなに急がなくっても、少しずつ休みをちゃんと取っていけばですね、気持ちもエネルギーもじわじわと湧いてきますから、焦らずやっていきましょう。はい、それでですね、まず、笑いの専門外来ということなので普通の診察ではないんですね。はい、ちょっとドキドキされてるかもしれないんですけど、まず笑うにはですね、この表情筋が非常に大切です。今あなたの表情筋がどのくらいのね硬さ、笑いやすさになってるのかっていうのをチェックしたいと思います。はい、ではちょっと消毒しますね。はい、それではですね、少しお顔を触っていきますよ。はい、失礼します。結構硬いですね。この辺痛くないですか？痛いですよね。
ます。表情筋の硬さは、1から10まであるとしますね。10が一番柔らかくて笑いやすいのって考えると、ちょっと1か2ぐらい、かなり硬直しちゃってて、キュッてここがね、こう頬骨のこの辺がね、ニコっていうのがちょっと作りにくいというか、固まってこうしばらく使ってなかったんだろうなというような感じですね。うん、まずはここをだからほぐしていきましょう。はい、使うのはこちらのフェイスクリームです。柔らかくなってきましたよ。うん、いい感じ、いい感じ。もともと使われてたでしょうから、すぐにね、これはほぐしてあげたら復活すると思います。1日なんと3000個から5000個のですね、がん細胞がどんな人にも生まれてるそうなんです。若くて健康な人でもね、みんな生まれてるんですって。で、それらをですね、やっつけてくれる細胞が同じく体の中にあります。それが ナチュラルキラー細胞なので、まあここから NK 細胞と言いますけれども、これは私たちの体に50億個、存在すると言われています。で、このナチュラルキラー細胞くんがやっつけてくれるんですね。エイヤーと、はい、で、もちろんがん細胞だけではなくて、感染症の元になるウイルス菌もやっつけてくれます。はい、なのでこの NK 細胞っていうのは非常にキーパーソンになります。はい、私たちがですね、笑うと何が起こるかというと、胆のというところにですね、
興奮が伝わります。脳が感知してくれます。あ、笑ってる笑ってるってはって笑うと、感脳が笑ってるこの人って認識してくれるんですね。で、そうするとベチプロという情報伝達物質の一種ですね、まあ、神経ですが、どん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 活発に生産されるようになります。どんどんペプチド酸がね、たくさん生まれます。笑うと肝脳からペチプドに行って、活性化するんですね。でこの ペチプド酸がとてもまた重要なものなんです。まあ想像されてるかと思うんですけど、ペチプド酸は何をしているかというと、先ほどのナチュラル、キラーパーソン、パーソンじゃない、細胞ね、細胞ここに付着をするんです。付着する、そう、それでこの子を活性化してくれるんですね。NK 細胞さんはウイルスとかがん細胞をやっつけてくれるので免疫力がアップするというまあ仕組みなんです。で、免疫力アップって聞くとまあ一見いいことなんですけど、一部の人にとっては必ずしもいいとは言えないんですね。例えばリウマチとか、あとは膠原病とかね、ことありますかね、こういった病気、はい、こういった病気っていうのは実は自己免疫疾患と言われているんですけども、免疫機能が正常に動かないんですよね。そう、自己免疫疾患とされる病気、このこういった病気を持っている方にとっては純粋にこうただただ免疫力が上がるっていうことが必ずしもいいとは限らないんですね、はい、なぜならちょっと免疫に疾患がもともとあるのでバランスが取りづらくなってしまったりするんです、はい、そしてここからが笑いのすごいとこなんですけれども、しかし笑うとですね、この免疫システムっていうのをバランスをね取ってくれるの。つまりこういった疾患を持ってる方にとっても必要不可欠なんですね。なぜなら免疫システムを正常化させてくれる働きがあることが分かってるからなんです。そう、なので笑いっていうのはまず免疫のねシステムのバランスを取ってくれる、正常に保つっていうことと、最初に申し上げた通り免疫力をアップするっていうことでいいこと尽くしなんですね。はい、そういう風に多分理解してくださってるので来てくださったと思うんですけど、私がこのね研究を始めて笑いの力が思ってた以上にねすごいなということをね日々思い知らされます。まだまだ今の医学とかでは分かってないことが本当にたくさんあるので、笑いの力っていうのはもっともっとあるんだろうなと思っています。はい、今の時点で分かってるその他の効能ね、効能、はい、他ので言うと脳の働きが活性化して記憶力がアップしたりとか、あとは意思決断力が増したりとか、理性がね強くなったりっていうこともあるんです。はい、これまあちょっと細かく言うと話長くなっちゃうんですけど、簡単に言うと
笑うとですね、海馬っていう記憶力をかつ司っている脳の部分が活性化をされるので、まあ、記憶力が良くなるよということですね。はい、あとは大脳神経質っていうね、また脳の部分なんですけども、ここは意思とか理性とかそういったものを司っている部分なんですけど、同じくここも活性化されるので、まあ、判断力とかね、自分を律したりとかね、そういう機能が、さらに高くなりますよということですね。はい、で2つ目はですね、血行が促進されるんです。はい、で笑うとこれはね、腹式呼吸とか深呼吸してるのと同じ状態になるので、血液の巡りがすごく良くなりまして、はい、とってもね、健康に直結することですよね。血液がうまく流れていくと冷え性も改善しますし、うん、で3つ目がですね、自律神経のバランス、神経のバランスが整います。これはどういうことかというと、先ほど寝られないっておっしゃってたと思うんですが、寝られないっていうのは自律神経には2つあって、交感神経と副交感神経とって2種類あります。はい、で日中ね、動いてる時はこれはアクティブ、これはカームダウンね。はい、動いてる時、日中動いてる時はこの交感神経が活発になっていて、寝るときは副交感神経が優位に働いて眠くなるんですけども、寝れない方っていうのは常に交感神経が活発になりすぎちゃって、副交感神経が正常に働かないということがあります。で笑うとですね、一瞬交感神経がかなり優位になるんです。やっぱ興奮するからね、わーって。でもその後急激に副交感神経に切り替わるんですね。そうなので、よくお風呂に入って、体温が下がる頃に眠くなるっていう話がありますけど、それと似ていて、笑って体ポカポカで、その後シューンってすぐ下がっていくので、とてもリラックス状態になるんです。必ずしも眠くなるというわけではなくて、副交感神経っていうのはいわゆるリラックスした状態ということなので、リラックスさせてくれる作用も実は笑いにはあるんだよと、笑いにはあるんだよということ。はい、ちょっと可愛くしました。で4つ目がですね、ちょっとって思うかもしれないけど、筋力アップ。これね、笑っていただくと分かるように、さっきも表情筋の話しましたけど、表情筋とか腹筋とかね、笑うといろんなね、筋肉使うんです。なので筋力もアップするよっていうことだったりとか、あとは目に見える筋肉だけではなくって、これ面白いね言葉だと思うんだけど、内臓のね、体操という言葉があるんですけれども、これは心拍数がアップしたりとか、あとは血圧が上がったりとか、あとは酸素をよく使いますよね。笑うと息いっぱい吸ってわーって笑うから、こういうことが実はこの内臓をね、活性化させてくれて動かしているんですと。なので目に見える筋肉だけではなくて、目に見えない内部も動いてるということで、そういう意味で全体の筋力がアップするよということですね。はい、で5つ目が、これもね、幸福感と鎮痛作用と書きました。まあ、幸福感はね、そうだろうと、笑うとなんか幸せな気持ちになりやすいんだろうなっていうのはイメージしやすいかと思うんですけど、
同じくこれモルヒネ、まあ、代表的な鎮痛剤の、数倍とも言われているんです。よくね、お産の時にモルヒネと同じようなね鎮痛作用が母体から出るって言いますけど、実は笑いもすごい持ってることが分かってきています。はい。で、笑うとですね、脳内ホルモンのエンドルフィンという、こういったホルモンが分泌されます。こういったホルモンが分泌されます。はい。これがですね、まあ、多幸感、幸福感を生んでくれるホルモンなんですね。はい。同時にこのエンドルフィンというホルモンは、いわゆるランナーズハイとかね、そういった状態を作りやすくしてくれる。これが、まあ、鎮痛作用とに直結するわけなんですけども、こんな風に笑いの効能っていうのは本当にたくさんあるんですね。はい。面白いのが、嘘笑いでもどうって単純なので勘違いしてくれて、今言ったホルモンとか情報伝達物質とかが出てくれるんですよ。そうなんです。なので今日ね、いろいろと笑いやすくするために治療をとお伝えしたんですけども、一つすぐできることとしては、嘘笑いでいいので少し笑ってみる。そうなんです。で、いきなり笑えって笑ってもね、ちょっと難しいと思うので、じゃあどうしようかな。ワインに合うおつまみは何ですか？なぞなぞ出しますね。ワインに、なぞなぞじゃないか、ワインに合うおつまみは何ですか？ワインに合うおつまみは何ですか？クラッカー、クラッカーもありますが、もっと典型的なやつ、そう、チーズですね。ストップ、チーズと言ってください。チーズ、口を
リラックスしてないと笑えませんのでね。はい、そうしましたらですね、今日見させていただいた感じだと古めかしいギャグはあまりお好きじゃなさそうだったので、最後のね、 1+1 は2とか、 18+4 は22とか、チーズを1日口は横にしたまま10回言うとかですね、そういった宿題じゃないですけど、書いた紙をね、帰りにお渡ししますので、それにのっとってやってみてください。鏡の前でも鏡の前でなくても大丈夫です。はいはい、そうですね。はい、あとはですね、そう、表情筋ね、ちょっと硬かったから、ご自身でもマッサージをしていただきたいんですね。使うのがこちらの、ローションになります。顔の保湿にもなりますし、一石三鳥ぐらいあります。そう、こんな感じでこの辺使っていただいてもいいです。あんま強くやらないでね。で、最後なじませて、そう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 、気持ちいいですよね。様子を見ましょうか。来週空いてるお時間とかありますか？あ、土曜日もやってるので大丈夫ですよ。じゃ土曜日の、はい、わかりました。18時ですね。お待ちしてますね。はい、じゃあ今日はね、本当に来てくださってありがとうございました。先ほどお伝えした通り、自分の状態をよく分かって、気づくっていうことが一番大事なので、その上でこういったところに足を運ばれたということは非常に前向きな行動だと、思っております。まずね、それができた自分を褒めて、そして今までよく頑張った自分を認めてあげてください。焦らずにね、やっていきましょう。はい、じゃあまた来週ね、お待ちしてますので、はい、お気をつけてお帰りください。おやすみなさい。こんにちは。どうぞおかけください。本日はね、ご来院いただきありがとうございます。当店はですね、笑いの専門外来ということで、日本初めての専門外来でございます。間違えちゃった。